ハワイ学名ピロネラピューピフォーミスは、キバウミに分類される海産の巻貝の一種。南日本を含む東アジアの段階域沿岸の、泥質干潟に生息する、統計の巻貝である。昔からよく知られた種類であるが、長年にわたり、別種と混同されてきたため、2016年に、改めて新種として学名が付けられた。和名は末尾に、貝をつけ。 川以外と呼ばれることもある。日本、朝鮮半島、台湾、中国、ベトナム北部まで。生外の貝殻は体か50ミリメートル、角形12ミリメートルほどの細長い統計である。螺層は13階に達し、全体的にわずかに膨らむ。各層は、縦あばらと3本の西あばらがそれぞれ垂直に交わり、規則正しいタイル状の彫刻となる。 生涯の殻口は外反するが、辺たりほど大きく反ることはない。殻の色は、一様に紫色を帯びた黒褐色で、不明瞭な茶色の色体が生えることがある以外はほぼ、目立つ模様はない。ただし、貝殻表面の彫刻が摩耗し、灰色や紅白色を呈したものもいる。日本産の干潟の類似種の中では、大型で、細長いこと、きが多いこと、 ほぼ一様な紫褐色であること、タイル状の模様が規則正しいことなどで区別できる。ただし若い個体では、ヘナたりとの区別が難しい場合がある。河口など気水域の干潟に生息し、干潟を好む、生物群落の構成種となる。本種は、淡水の影響が、やや強く、踏み込むと足がぬかるむほどの砂泥質か泥質の区域を、好む。 本種と、同種的に、山東さがに、姫山東さがに、茅子がに、高所に、へなたり、海にな、足原がになどが観察される。海にな類の中でも、へなたりとは環境に対する、思考性が似通っている。へなたりがいない、もしくは少ない日形には、本種もいないことが多い。干潮時に日形をハイデトリタスを接触する。節事後は、査定上でじっとしているが、満潮時には、 砂霊の中に潜る。産卵期は夏で、霊地に長い紐状乱のを産みつける。子供は妖精で孵化し、しばらく海中でプランクトン生活を送る。河合は20世紀後半から21世紀初頭にかけてはもっぱらセレチディア・ジャジェリエンシスの学名で知られてきたが、この学名はジャワ島西部マジャレンカ県の先進魚の化石を タイプ標本とするもので、2016年の論文で、原生のピロネラ新たの異名とされるとともに、カアイとは別種であることが示された。これに伴いカアイは、学名のない未記載種ということで、同じ論文内で、ピロネラピューピフォーミスの名で、串田リバーエスチュアリー、松な瀬松坂、ミープレッフ、ジャパンをタイプ産地として、新種記載された。 川口域の泥質干潟に生息するが、人間の活動による埋め立て、干拓、春節、環境汚染などで生息地が減少している。日本での分布域は、ヘナタリや太ヘナタリと同じくらいだが、生息地はこれら2種よりも少ない。環境の変化に比較的弱いと見られ、生態がおらず、四角だけが見つかる干潟もある。ありがとうございます。